こんにちは。ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は前回に引き続き、大西洋の戦いについて解説していく。前回はドイツ水上艦艇の戦いを見ていたんだよな。その通りだ。今回はその続きからになる。本動画は再生リスト、大西洋の戦い、にまとめておくから、よければそちらも見てほしいんだぜ。よろしくね。では前置きはこれくらいにして解説していくぜ。前回は水上艦艇に焦点を絞って見ていたけど、今回は潜水艦、U ボート、に話を戻そうと思うぜ。1940年6月、ドイツ潜水艦、U ボート、による敵船撃沈の戦果は、6月のわずか1ヶ月だけで25万トン以上にまで及んでいたよ。これには、フランスの降伏によってフランスのビスケ沿岸の諸港、すなわちロリアン、サン、ナゼール、ブレスト、ボルドー等の、使用が可能になったためだよ。単純にドイツの港を出港して戦場の大西洋に向かうより、フランスの港を出港すればすぐそこが大西洋だものね。これは、U ボートの燃料節約と同時に、大西洋での行動期間延長に役立っていたのぜ。しかし、ドイツ潜水艦隊を率いるカール・デイニッツは、U ボートの戦力不足を憂慮していたよ。デイニッツが持つ U ボートの数は開戦時からさほど変わっておらず、手を出すことのできなかった敵護送船団の数が多かったんだ。彼は、効率的に敵の輸送船団を攻撃する術として、ウルフ・パック・戦術の運用を考えていたよ。軍狼戦術、とも呼ばれるこの戦術は、敏捷で強力な U ボートの群れで敵の輸送船団を包囲、集中攻撃を加えるというもので、デイニッツが第一次大戦時に U ボート艦長を務めた経験から得たアイデアであったよ。同時攻撃を行う U ボートが多ければ多いほど、U ボートに多くの攻撃チャンスが訪れるということを、彼は身をもって知っていたのぜ。第一次大戦時は不完全だった U ボート同士の連絡、通信も、今では技術の発達によりある程度容易に更新することができるようになったことも、ウルフ、パック、戦術を後押ししたみたいね。この時期の U ボート作戦についてデイニッツは後にこう語っているよ。私は早く護送船団と戦ってみたかった。すなわちある数の U ボート、または U ボート群を使って、ということだ。私はこのような交戦法によって好結果を得られると確信していた。フランス降伏以後、イギリス本土へ向かう船団は、アイルランドの北を通るルートを取っていたよ。そこでデイニッツは、イギリス諸島周辺に U ボートを散らばせたんだ。U ボートは大まかに3種類の基本体系で行動していたよ。まず一つが広い海域の哨戒のため、数隻が一列横陣になって進んだり戻ったりする体系。もう一つが25海里ごとに停止して哨戒線を作る体系、そしてアルイハ、数隻で大きな正方形を描く体系であったよ。これらの体系は参加する U ボートの数によって変更し、それぞれの U ボートは受け持ちの海域を通行する敵船の、発見、攻撃の責任を負ったよ。護送船団の位置がわかると、U ボートは直ちに司令部へ報告。報告を受けた司令部は、発見位置付近を哨戒する U ボートに、現場へ急行させ、敵船団を叩くという攻撃方法を取ったんだ。この攻撃方法の成功率を上げるため、ドイツ海軍は、暗号解読と情報収集にも力を入れたよ。これらの情報活動は、BD インスト、と呼ばれ、連合国軍の暗号を次々と傍受、解読していったんだ。これにより、連合国軍護送船団の出発地、到着地、出航時期等の情報が U ボート艦隊司令部に筒抜けとなり、デイニッツはこの情報を元にして U ボート哨戒船の設定を行ったのぜ。このような一連の努力により、1940年の夏から秋にかけて、配備されている U ボートの数は未だ少ないながらも、戦果は徐々に上向いていったよ。U ボート部隊は7月で19万6千トン、8月に26万8千トン、9月に29万5千トン、10月に35万2千トンを沈めているんだ。すごいハイペースね。この動きを見たドイツ総統ヒトラーは8月17日に命令を下し、イギリス周辺の諸島に対する全面封鎖を断行するとともに、発見した中立国船舶を撃沈する権限を U ボート艦長に与えているよ。どこの国の船だろうと U ボートの前を通れば攻撃されるのね。1940年10月18日、カナダからイギリスへ向かっていた、船団 SC7 は U ボートのウルフ、パック、攻撃を受けたよ。オットー、グレッチマーが艦長を務める U99 が、本船団を発見すると U99 を含め8隻の U ボートが SC7 船団を攻撃。少なくとも18隻の輸送船を撃沈し、10万トン以上の物資が海の藻くずと化したよ。凄まじい大戦かね。翌日、U ボート艦隊はまた別の船団に襲いかかったよ。10月19日の朝、U47 はイギリスに向かう HX79 船団に遭遇。本船団は49隻の輸送船とタンカーに加えて、2隻の駆逐艦、1隻の掃海艇、4隻のコルベット、そして4隻のアスディック、装備のトロール船からなっていたそうだ。アスディックは確か初期のソナーよね。この情報は司令部に通報され直ちに U 軍の U ボート、
U38、U46、U48、U100 が現場に急行。この日の夜、5隻の U ボートの連携攻撃により、少なくとも14隻の輸送船が撃沈されたのぜ。核も簡単に連合国軍の輸送船は沈められるものなのね。このような戦火が続いたため、この時期は U ボートの第一の黄金期、とも、栄光の夏、とも呼ばれ、悲しくも狙われた輸送船団は、大きな被害を被ったよ。この頃より、多数の敵船を撃沈する U ボートエース、も続々と誕生したよ。第二次世界大戦前期間で、彼ら U ボートエースの上位10人の艦だけで、終戦まで287万1844トン、318隻の連合国軍船舶が撃沈されているよ。一人当たり18万トン撃沈しているのは単純にヤバいわね。これらの戦果を受けて、デイニッツはウルフ・パックが正しい戦術と確信し、以下のような中間報告を出しているよ。戦果を上げても、やはりデイニッツを悩ませたのは潜水艦戦力の不足なのね。SC7、HX79、船団の相次ぐ大損害は、連合国軍の中にも衝撃を与えたよ。まず多数の輸送船に護衛の艦艇をつけるという護送船団、方式の、有効性を疑う声が上がったのぜ。大きな的、を作ってどうする、というのが彼らの主張ね。ともかくも、現在連合国軍が行っている護送船団、方式には2つの弱点があったよ。一体何かしら？まず1つが護衛艦艇乗組員の訓練ができていないこと、もう1つがそもそも護衛艦艇が足りないこと、であったよ。特に護衛艦の不足はノルウェー戦役にフランス降伏で、深刻になっているわぞよ。護衛艦艇不足は建造するしかないかもしれないけど、訓練不足はなんとかなるんじゃないの？休日返上で訓練をやればいいんじゃないの？海戦時の英海軍はともかく体が丈夫な男性をかき集めて、徐々に収益する護衛艦艇へと配属していったよ。しかし実際、彼らの多くは大西洋に出ると訓練不足のため、U ボートとの戦闘以前に船酔いに苦しめられたよ。そこからか、ある海軍中佐は、自分の指揮するコルベットの乗組員についてこう述べているよ。彼らは素晴らしい奴らだったが、ほとんど訓練を受けていなかった。ある時私は施設にいて、艦が予定の進路に乗っていないのに気づき、頭はどうしたんだ、と尋ねた。私は艦がどこを向いているのか、知りたかったのである。というのは、船では頭、とは進路、つまり船の頭の向いている方位のことだからである。彼は答えた。おかげでずっと良くなりました、艦長。ああ、船酔いの心配をされたと思ってしまったのか。また守られる船団自体にも問題があったよ。船団は主に欧州方面行きならハリファックス港やシドニー港、アメリカ大陸行きならリバプールやグラスゴー港外の、ランデブー、ポイントで集結していたけど、集結する船は様々であったよ。貨物船の大小、高速船と低速船、新式や旧式のタンカー、さらには客船、戦車や火砲を積んだ重量のある船など、種類は多岐にわたり、操縦性能、機械状態、速度、信号装備、乗組員の腕らは千差万別であったよ。加えて、船乗りたちもオランダ人、ポーランド人、ノルウェー人、デンマーク人、ベルギー人、カナダ系フランス人と多国籍で、意思の疎通は難しかったんだ。一応共通語として英語は使われたみたいだけどね。航海中も問題が発生したよ。護衛部隊の指示にもかかわらず、廃油やゴミ、汚水を排出しながら、航行する船が相次いだよ。このような行動は U ボートに発見してくれと、言っているようなものであったんだ。このような船の集団を守る護衛艦艇は激務であったよ。先行しているかもしれない敵を探すためにアスディックを使用しながら、船団の前方を右へ左へと航行したり、夜忍び寄る襲撃者を警戒したり、後方からの静かなる追尾を恐れて絶えず見張りを行わなくてはならなかったよ。また護衛する側も攻撃を行う側も、最大4海里から6海里もの幅で広がる船団の全てを、たかだか数隻の護衛艦で護衛できないことを承知していたよ。先頭を走る護衛艦が U ボートを探知すると、前方危険の信号が発信され、船団は一斉に回答を行うこともしばしばであったよ。数十隻の船が一斉に進路変更するなんて、衝突の可能性もあるし危ないわよね。さらにこれらの船団で問題だったのは、船団の前航程を護衛艦艇が追随できないということだったよ。途中での燃料補給の難しさに加えて、護衛艦艇の絶対数が不足していたために、護衛艦は途中で船団から離れ、後発の船団の護衛に回らなくてはならない、ということがしばしば発生したんだ。じゃあ船団は一定時間丸腰の期間があるってことね。1940年7月時点で、イギリスから西へ向かう船団の護衛限界は、アイルランドからおよそ200海里の整形15度線であったよ。しかし U ボートの活動が大胆になるにつれて、護衛限界線は延長を続け、10月には整形17度、翌41年4月には整形19度、その後は整形35度線、最終的には大西洋の半分以上となっていくのぜ。西へ向かう船団の護衛をして、護衛限界線に到達した護衛艦は船団から離れ、今度は西から東へ向かう船団に合流して護衛を続けたんだ。
この折り返しも U ボートの襲撃や悪天候で時々失敗したようね。それでも護衛艦艇なしで航行した船舶は護送船団に加わって航行した船舶の4倍もの割合で襲撃されて沈められていたことから、連合国軍は不完全ながらも護送船団方式を続けるほかなかったよ。このようにして U ボートの黄金期は連合国軍にとって悪魔の日々となったよ。しかし1940年11月に入ると状況が徐々に変わってきたんだ。作戦中の U ボートと乗組員には修理と休養が必要とされ、作戦中の各 U ボートは続々と帰投していったんだ。特に1940年12月から翌年2月にかけては洋上に4から6隻の U ボートしか配置できず、戦果は伸び悩んだよ。加えて U ボートの建造スピードが徐々に上がり、新造 U ボートの数の増加が予想されたことから、新乗組員の訓練のために一部の作戦用 U ボートが訓練部隊に送られたこともこの戦力減少に拍車をかけたよ。その一方でドイツ軍によるイギリス本土上陸の可能性が薄らいだと判断したイギリス海軍は、本土防衛用に残していた海軍艦艇を護衛に充当するようになったよ。大西洋での護衛強化に伴い、U ボートは護衛の少ない船団を求めて、大西洋のより広い範囲を紹介せねばならず、襲撃の効率は低下したよ。さらにイギリス海軍は護衛戦力増強策として、イギリスが保有する西インド諸島と英領ギアナの基地を、アメリカが使用する代わりに50隻の旧式駆逐艦を提供してもらったよ。これらの旧式駆逐艦は頻繁に故障を起こし、旋回範囲は戦艦並みであるなどの欠点を多数持っていたけど、この頃のイギリス海軍にとって貴重な護衛戦力となったのぜ。その上イギリスでは、海軍と空軍が共同作戦を実施して、船団は薄いながらも航空援護を受けられるようになっていったよ。特に空軍のサンダーランド飛行艇は U ボートの脅威となったよ。長時間飛行艇が船団上空にいると、U ボート自身は飛行艇からの発見を恐れて先行するしかないものね。そしてそれは船団との接触を失ってしまうことにつながったんだ。これと反対に U ボート艦隊を率いるデイニッツは、ドイツ空軍との共同作戦には苦労したよ。基本的に空軍は船団を発見するための偵察機を派遣しておらず、唯一、第40爆撃航空団の司令とデイニッツが親しい仲であったため、遠距離の偵察機を毎日一機派遣してくれているのみであったよ。デイニッツは航空機で敵船団を発見し、その地点に U ボートで襲撃をかける方法を模索しており、もちろん航空戦力が一機だけでは到底足りなかったのぜ。デイニッツはこのことについて次のように述べているよ。専門的見地から見れば欠陥があり飛行機が足りないことだ。私は彼らを翼なきわしと呼んでいる。 U ボート部隊以外の各軍は全て固有の偵察機を持っている。この問題は1941年1月7日にヒトラーがボッケウルフ200コンドル哨戒爆撃機を装備する第40爆撃航空団をデイニッツの指揮下に入れる相当命令を出したことで一応の解決を見たよ。ボッケウルフ200コンドルはドイツ軍機で成形20度にまで到達できる唯一の4発航空機だったんだ。ただこの相当命令は空軍総司令官のゲーリングが休暇で狩猟を行っている最中に出されたもので、怒ったゲーリングとデイニッツの間で一悶着あったみたいよ。ゲーリングは飛べるものは全て私に属していると怒り狂ったものの、2月11日に航空機が発見した船団を U37 が攻撃し撃沈、2月23日には航空機の誘導で船団に接近した U73 の報告で、集まった U ボート数隻が4隻を沈めるなど、一定の成果を上げているのぜ。ただ、航空機の船団発見報告が実際の位置とずれていることもあり、空振りの攻撃も多かったみたいよ。デイニッツは航空兵力使用の試みと同時並行しながら、潜水艦戦力増強をも精力的に行ったよ。U ボートの建造ペースアップには限度があるので、同盟国イタリア海軍の潜水艦の投入を要請、27隻のイタリア潜水艦が投入されたものの、もともとイタリア潜水艦の作戦範囲が地中海だったことで大西洋での作戦に向かず、また乗組員も忍耐を必要とする船団攻撃に向かなかったのぜ。結局、この独位軍の共同作戦は一旦、41年5月に終了しているよ。このように、どうにか大西洋での戦果拡大を急ぐデイニッツに、衝撃的な事件が1941年3月に発生。3月7日、かつて戦艦ロイヤルオークを撃沈した、プリン率いる U47 波 OB293 船団を攻撃した際、護衛の駆逐艦ウォルバリンに撃沈されたよ。さらにその数日後、HX112 に船団を攻撃した、U99、U100 が護衛部隊の返り討ちによって沈没。艦長はそれぞれ夫、クレッチマーとヨアヒム、シェプケであったよ。シェプケは艦と運命を共にし、クレッチマーは、敵護衛艦に部下の救助を求めて捕虜になったそうね。プリン、シェプケ、そしてクレッチマーは3名とも、U ボート、エース、で、それぞれ28隻16万、939トン、37隻15万、5882トン、
44隻26万6629トンを沈めていたよ。この3月の数日のうちに3人の U ボート、エースを失った。ドイツ海軍とデイニッツは衝撃を受け、イギリス側は歓喜とともに船団護衛システムが進化を発揮し始めたことを実感したよ。デイニッツはプリーンの戦死告示を自ら次のように述べたよ。スカパ、フローの英雄はその最後の紹介を行った。我々 U ボート部隊は彼と彼の部下に対し中心から敬重の意を表する。彼らは英国に対して勝利を収める我らの断固不動の意志のシンボルとなった。我々はこの精神を堅持して戦い抜くであろう。こうしてデイニッツと U ボート部隊は苦難の1941年へと突入することとなるよ。今回はこの辺りで終わりにしようと思うよ。続きは次回以降解説していくよ。よろしくね。ご視聴ありがとうございました。